えー、皆さんこんにちは、ワード監督です。今日はですね、えー、僕のことを誹謗中傷している YouTuber で、ジャストミーと当たるっていう人について、えー、お話したいと思います、えー。僕、配信6年やっていて、3年間はニコニコ生放送。で、今は YouTube Live とふわっちと、えー、ニコ生っていうところで、えー、同時配信を続けています。 でですね、えー、リスナーさんからの報告で、ジャストミートアタルっていう YouTuber が、えー、ワード監督のことをすごい悪口言ってて腹が立つっていう風にコメント欄で結構問い合わせが来ていて、で、僕自身もちょっと言った方がいいなと思ったので、えー、この動画をアップロードすることにしました。えー、ジャストミートアタルさんについて知ってることを話します。えー、僕はですね、えジャストミートアタルさんを初めて見たのは、 えー、僕のコメント欄ですね。もともと、ふわっとして配信をし始めてから、ジャストミートあたるさんは、えー、結構僕の生放送でコメントを書いてくれていたので、僕の中ではリスナーさんっていう認識だったんです。最初の頃は。で、どういった活動をしてるのか知りませんでした。 で、ある日なんですけれども、えー、普段通りにジャストミートアタルさんがコメントを書いてくれているときに、リスナーさんが、あ、ジャストミートアタルってワドの放送を見るんだって、コメント書いてるねっていうふうに言って、え、有名な人なのってリスナーさん、他のリスナーさんに聞いたら、ジャストミートアタルは、あの、YouTube で7万人のチャンネル登録があるし、えっ、ー、と、ビットコインですごい有名になったんだよって、っていうふうに教えられ、教えてもらったから、あの、あ、 youtuber さんなんだって、7万人登録すごいなっていうことで、えー、ジャスミート・アタルのことを知りました。でですね、その後に、えー、動画を何個か見させてもらいました。えー、ジャスミート・アタルの部屋の中に、あのー、滑り台があって、で、お子さんが滑ってる動画とか、あとは、あの、お弁当を作ってる動画と、あと、えー、友人の方と無言で、えっ、ー、と、なんか、漬物を食べるっていう動画を見たりとか、 えー、それは、えー、リスナーさんから知って、えっ、ー、と、教えてもらって自分で調べてみました。ただ、3個か4個、ジャストミートアタルのを動画見たことあります。ただですね、最近になって、ジャストミートアタルさんが僕のことをすごい誹謗中傷してるらしいんですよ。で、実際それは僕は見てないので分かりません。うん。ただね、リスナーさんがすごい怒っていて、ワドなんかすごい言われてるよっていうことで。で、あのー、 それがあったんで、ちょっと対策しないとなって思って、あの、動画をアップロードすることにしました。で、ジャストミートアタルの、えー、生放送を見てる人にお願いがあるんですけど、実際にジャストミートアタルが僕に対してどんな誹謗中傷を言ってるのか、どんなことを言ってるのかっていうのを、この下のコメント欄にコメントで書いて教えてください。私こういうの見たけど、こういう風なこと言ってたよっていう報告をください。で、それを参考にさせていただきます。 で、えー、リスナーさんはそれで OK です。でですね、僕はジャストミートに当たるさんに対してね、言いたいこと。えー、僕は、えっ、ー、と、悪口とか嫌いなんですよ。基本的に。えー、人のやっていることとか、自由とか、活動とかを尊重したいっていう風に考えてるんで、僕はジャストミート当たるさんがやっている活動に対しては、えー、何もありません。 えー、僕よりもね、結果を出してる、7万人のファンがいる YouTuber の方だから、えっ、ー、とー、ね、特に何も言うことはないです。僕よりも結果出してるんで。ただね、えっ、ー、とー、なんて言うのかな。人の悪口を言ったりとか、やっぱりリスペクトのない、こう、ディスっていうのは、えっ、ー、と、見てる方も不快だし、えっ、ー、とー、そういうのは、なんか口男がね、陰口とか言うのはダサいなって思うんで、 あの、やめた方がいいと思います。でですね。ただ、まあ、ジャストミートアタルさんは僕の放送に対して何か言いたいことがあるみたいなので、一つ提案をさせてください。えっ、ー、と、アタルさんの YouTube で僕に対して言いたいことを3分間でまとめて動画にしてください。えっ、ー、と、僕、アタルさんの、えー、生放送を見るつもりもありませんし、あの、生放送だと、 話が2点3点したりとか長時間になってしまうので、僕はアタルさんの動画をチェックする時間っていうのがないんですね。なので、えー、言いたいことを3分にまとめてくれたら、えー、僕それ必ず見ますので。で、それに対して、えー、言いたいことは言います。で、それで終わりにしましょう。えー、僕はね、えー、just me とアタルさんに対して何もないです。1個だけあるとするなら、えー、と、愛のないディスとか、陰口はやめましょうということで。ね、お互い正々堂々やりましょう。 ええと、まあ、生放送に関しては、多分僕の方が閲覧が多いし、YouTube に関しては、アタルさんの方が閲覧が多いと思うんですね。で、えっ、ー、と、YouTube でやりましょうよ。うん、せっかくなんで。ね、かけてコソコソやらないで、えー、自分のフォロワーさんが言ってる前で、自分がどんなことを言ってるのか、正々堂々やりましょう。逃げないでくださいね。 ということで、えー、ジャストミートアタルさんに関しては僕からは以上です。えー、3分間に、えー、僕に対する悪口でも誹謗中傷でも何でも受けて立ちますので、僕もその3分の動画見たら3分で返しますので、はい、逃げないでください。それじゃあ皆さんお疲れ様です。グッドボタンよろしく。